皆さんこんばんは。20分後の電車に乗らないと遅刻をしてしまう元男の子の青木香音です。今日はですね、私の元男の子というこの生き方が原因でとあるハプニングを起こしてしまったエピソードをお話ししていきます。それがこちら。ブログで知り合った男と会ったらラブホテルに連行された。イエーイじゃない、全然イエーイじゃないということで、今回はですね、今まで話したことなかった禁断の内容をお話ししていきます。毎回動画の冒頭でなんかめっちゃやばいこと話すからなんて言ってるんですけども、実はまだまだいっぱいあるんですよ。でも全部一気に出しちゃうとネタ切れしちゃうんで小出しにしていきますよ。今回もかなり聞き応えがある内容だと思うんで、最後までよかったら見てください。何のことがきっかけで私がラブホテルに連行されたかというと、実はですね、私今 YouTuber やってると思うんですけども、もともとアメブロのブロガーだったんですよ。何のブロガーじゃないんですよ。ちょっと恐縮ではありますけども、私青木香音、高校生の時にやっていたアメブロの高校生ランキング1位です。その頃にやっていたブログの内容っていうのが、このゴリゴリ漁師時代の、漁師じゃないですけども、野球部時代の頃に女装して、要はもう化粧でカツラかぶって、今日私可愛くなったでしょみたいな、なんかそういう写真、将来ね、あの女の子になって生きていきたいんですよ私はみたいな、今悩んでるけど頑張って生きてますっていう、なんかそういう系の日常的なブログを書いてたんですよ。そしたらね、だんだんとこう、なんだろう、応援してくれる方が増えていって、いつの間にか1位になってたんですよ、ランキングが。で、ちょこちょこね、コメントとかに、カノンさんと会いたいですとか、今大変そうだからご飯でもご馳走するよみたいな、そういう方がね、ちょこちょこいて、で、私はそういうことが起きるたびに、ちゃんとブログで、私は健全に自分一人で頑張りたいんですみたいな、なんかそんなことを書いて、出会い中って言うんですか、出会い中な方との接触はしてなかったんですよ。ただ、その時私は、性別を変えたいというのはもちろん、女の子になって、歌手になりたいんだっていうこともなんかもう日常的にブログで書いてたんですよ。そしたらたまたまですね、私のこのブログに載せているメールアドレスの方に、私渡辺エンターテイメントマネージメント事業部の渡辺光一と申します、名前自体でも怪しいんですけど、渡辺光一さんからメールが来ました。読んでみると、青木香音さんのブログを拝見しまして、ここ最近芸能界で人気タレントの春菜愛さんを筆頭に2代目の春菜愛を作りたいと思い、今プロジェクトが立ち上がりましたみたいな、これやばくねみたいになって、そこで青木香音さんに一度お会いしたいと思いご連絡をしました。これ大チャンスだ、噛んだ、もう一回、これ大チャンスでしょうと思って、私は基本返信しないんですけど、メールとかに返信しました。ぜひお願いしますって。そしたらすぐに返信来て、じゃあ、 この日に渋谷駅近くのここで会いましょうみたいな来たんで、私は当日ですね、ちゃんとバッチリメイクして、この写真ですけど、化粧、ね、完璧にして、チンパンジーみたいな感じっていうのいいですよ、そういうコメントやめてください。したら待ち合わせ場所の連絡が来たんですよ。道玄坂みたいな、で道玄坂って大人の人からしたら、え、風俗街じゃんみたいな思うじゃないですか。でも私もちろんその、目黒区出身なんで渋谷とかも基本的に地元なわけですよ。でも当時そういうことあんま知らなかったから、道玄坂って言ったら、私が行ってた塾の近くだみたいな、全然普通だと思ってて、その方と合流したわけです。でもちょっとね、カラーグラスみたいなつけた40代ぐらいの方、男性で、こういろんな大きいバッグを持ってるんですよ。で中にカメラとかいろいろ入ってたらしいんですけども、初対面の時ね、あ、はじめまして青木香音ですみたいな、渡辺エンターテインメントマネージメント事業部渡辺光一ですみたいな、もう怪しすぎんだけどね。で名刺、そしたら名刺をね、こうやって渡してくれたんですけども、あ、ちょっとこれ今1枚しかないからまた付き合った時は出すねって言われて、当時に怪しいじゃないですか。で私はその渡辺エンターテインメントっていうこのロゴを見た瞬間に、やばいみたいな、めっちゃかっけーみたいな、名刺もらえないけど、次会った時もらえばいいかって感じで、そしたらね、その渡辺さんがクライアントさんに写真を渡さなきゃいけなくて、え、クライアントって何ですかみたいな、もう要はスポンサー的な感じかなって言われて、で私もなんかそういう専門用語とかもう業界用語分かんないから、とりあえずすごい人なんだなと思って、分かりましたって、でどこで写真撮りますかって言ったら、あ、近くにねスタジオ用意してるからそこで撮ろうって言われたんですけども、いざ行ったところが、ラブホテルでした。で私その当時やっぱりラブホテルとかも分かんないから、18歳とかの少年なんで分かんなくて、普通の家のセットなのかなみたいな感じぐらいに思ってて、薄暗いけど、渡辺さんが言うわけですよ。やっぱりこの体のラインとかすごいシュッとしてて綺麗だから、ちゃんと全部写したいから、下着だけになってくれないみたいな言われて、え下着ですかみたいな。で私その時お母さんの下着を上下バラバラで勝手に着てたから、めっちゃ恥ずかしくて、なんか上黒下グレーみたいな、し
かもまだぺっちゃんこだし、何胸とかホルモンやりたて2ヶ月も経ってない、うん、そんぐらいなんで大丈夫かなみたいな、カツラねかぶったね野球少年がこんなことして大丈夫かなと思ったんですけども、相手はもういわゆるその芸能界ビジネス出会い中詐欺みたいなやつなんで、とにかく私に会いたいっていう方だから、別にクライアントとかそういうの嘘じゃないですか、もう私取れればいいからすごいいいよみたいな感じで褒めてくれて、これ私もう芸能界デビューいけんじゃないのみたいな、写真撮りながら言うんですよ、もうちょっとじゃあちょっとこう可愛らしいポーズしてみてみたいな、なんかベッドに寝転がってなんかもうヌード写真みたいな感じのポーズですよね、いいよいいよって、これでクライアントさんにうまくいけばそのレッドカーペット出れるから、そのレッドカーペットってそのお笑いの番組ですよね、皆さんご存知の、その人が言うにはあれ渡辺エンターテインメントが作ってるからうまくいけば出れるよみたいな、司会の横に立てるよって言って、マジっすかって言って坊主頭の少年がねこうやってうぃーって言ってこう足を上げてねやってるわけですよ、やばいでしょ、まあいわゆるこれが、ラブホテルに連行されたっていう話なんですけど、まだ全然話が続いてて、この後ですね撮影が終わりますよね、したら私の横に突然来るわけですよ、写真撮るのもいいけど普通に個人的にドキドキしてきちゃった、横に寝転がりながらこうですよこうですよ、え体ってどうなってんのみたいな言われて、もう普通にもっこりしてるんですけどね、もっこりしてんのは私ね分かるじゃないですか、完全に男の子だったから当時、いやまだ全然手術してないんですよってこう寝転がりながら横にこうやってやられてるわけですよ、ね、ちょっと 見れるみたいな、で私はそこはちゃんときっぱりお断りしたんですよね、いやそういうのは一切できないんで、それだけは、ちょっとまだ、体も自信ないですしごめんなさいって、したらそこはねその人のなんか両親が働いたのか、やっぱ騙しちゃってるから両親が働いたのか、あ、分かったみたいな、じゃあ今日これ撮影代って言って2000円渡してくれたの、普通にクライアントに出すための、ね、写真撮影してくれたのになんで2000円渡すのかなと思ったんですけど、やっぱその人がね最終的な人間のその両親が残ってたんでしょうね、全て欠落してるわけではなくて、で2000円渡してくれて、まあいいやと思って私は何も思わず受け取ったわけですけども、その後ですね私はその方となんか打ち上げ行くことになりまして、ラブホテル連行された後に写真撮られまくって打ち上げってのもおかしいんですけども、焼肉屋に行って普通にご飯をごちそうになりました、それも美味しかったんですけど、でその方とこうご飯食べて時に私がめちゃめちゃ聞くわけですよ、芸能界ってどうですかみたいな、渡辺エンターテインメント所属してる人ってそのネプチューンさんとかもそうですよねみたいな、あネプチューン太蔵くん会ったことあるよみたいな、業界用語っぽくなんか業界人っぽく言うんですよ、太蔵くん会ったことあるよ、中目黒のあのジョジョのところで一緒にクライアントさん食べたりとかして間をこう繋いだりとかしてるよ、どんな人なんですかって、やっぱテレビと映ってる時は違うねみたいな、人見知りなんだよあの人たちは、でもこれってさ全部ネットに出てるじゃないですかそういう話とかって、ただ私はもう本当にすごい目がキラキラしたからもう騙されまくったんですけども、この焼肉パーティーも終わりましてですね、その帰り際にまたクライアントさんから連絡あると思うから連絡するねって、追加で写真撮らなきゃいけないことがあった時はまた連絡するからその時またお願いしますっていう感じで家まで送ってもらって解散したんですよ、その後ですねもう同じような内容が3回4回続きまして、でも一切そういうなんか営みとかしてないんですけども、とりあえずですね写真を撮られまくりました、意味わかんないな自分でもわかんない、そしてですね話が動き出しまして、光一さんと 3,4 回会うわけじゃないですか、5回目ぐらいからちょっと連絡が取れなくなりまして返信来ないわけですよ、もしかして私もう芸能界デビューできないんじゃないみたいな、なんかそういう不安になりまして、その渡辺さんのメールアドレスをですねネットで検索したんです、したら某不倫募集掲示板みたいなところに渡辺さんが書き込んでたんですよ、今奥さんとなかなかうまくいかなくて刺激のある出会いを求めてますみたいな、これ怪しくないかっていう風になりまして、さすがのチンパンジー少年も感づいてくるわけですよ、この掲示板見たんで私からとりあえずもう連絡はしなかった、そしたらしばらくしたらその渡辺光一さんから連絡返ってきて、ごめん九州事業部の方に今出張してるからしばらく会えないんだみたいな九州事業部って確かに渡辺エンターテインメントあるんだけども、いやお主あれだろって不倫募集掲示板で新しい方を見つけたんだろうって私はもうその時思ったんですけども、騙されたんだなって私もそこで気づいたんですよ、その当時ねブログにスカウトされましたみたいな感じで私は芸能人デビューするんですみたいな豪語してたのに結局、めっちゃかっこ悪い結末になるんですけども、実はまだまだ続くんですこの話は、時はですねかなり先に流れます、5年後は
こちら、私は女子アナウンサーを BS スカパーさんの番組でやってました。この番組はですね、オールザップっていう番組なんですよ。いろんなタレントさんとか出てくる番組なんですけども、ここのパーソナリティがですね、心霊芸人ヤルスナスの中村さんっていう方なんですよね。その方の所属事務所が渡辺エンターテイメントなんですよ。あの肉気渡辺エンターテイメントやっちゃう。渡辺浩一さんのせいで肉気だけですからね。素敵な事務所さんですけども、まあ、2年ほどですねアナウンサー生活を私は送らさせていただいて、で番組が終わりになって、まあ、打ち切りということですよ。出演者、まあ、みんなで打ち上げに行くんですよね。でその時のその番組にかかってた AD さん、プロデューサーとか所属事務所のタレントさんの各マネージャーさんも全員ここでバーって来て、でみんなで飲んでるわけですよ。わー、番組終わるの寂しいですね。なんだこの今しい感覚は、私は5年前に鍋風呂に騙されてたんだみたいな。いや、騙されてないけども鍋風呂を語った詐欺野郎に騙されたんだと思って、そうだ、目の前に鍋風呂の社員さんいるじゃないかと思って、私は聞きました。すいません、あのちょっと聞きたいんですけども、全然あの変なことじゃなくて、あの渡辺エンターテインメントさんのマネジメント事業部に渡辺浩一さんっていますかみたいな聞いたんですね。そしたら、いや僕もう十何年働いてるけど知らないなみたいな、みたいな、九州事業部とかも知らないですかみたいな、知らないよみたいな、ってなりまして、あ、これはもう完璧私騙されたなって、もう一応もう騙されてるっていうことはもうなんとなく分かったけども、それ確信に変わった瞬間だったんですね。これ裏取れたから私から懲らしめてやろうかなと思って、まあ、ちょいちょいですねその渡辺浩一から連絡来てたんですよ、メール。でも私全部仕方してたんですよ。こいつまた写真撮ってくるんだろうなと思って、その後日ですね、私はですね浩一にですね、彼氏みたいに言い方なんですけど、浩一にメールでお久しぶりですって送りました。そしたら、久しぶりだね、数年ぶりみたいな、よかったらさ、俺 LINE やってるんだけど LINE でトークしない、電話もしてみたいしって言われたんで、こやつは詐欺人間って分かってるから、そのためだけのアカウントを作って友達追加しました。私は渡辺浩一さんにですね LINE で、あれからいろいろあって、私は今とある番組でアナウンサーやってるんです、あの時いろいろ可愛がってもらえて本当いい思い出でしたみたいな送ったんですよ。そしたら速攻既読ついて、何の番組、なんか知り合いとかもしかしたらいるかもしれないからさ、ちょっと気になるなみたいな来て、で私はこう返しました。浩一さんって今ナベプロで働いてらっしゃるんですかみたいな。実はですね、私ナベプロ所属のあのヤルスナス中村さんと今一緒にお仕事をやらさせていただいてるんですよ、送ったの。そしたら、あ、ヤルスナスの中村さん知ってるよみたいな、俺の部下がマネージャーやってるから来たでしょ、これ来たでしょ。まあこうやって私は誘導尋問していきですね、つい切り出します。あれから私はいろいろ気になって、ナエプロの中の人に渡辺浩一さんはいますかって聞いたんですよ。そしたら、そんな人知らないって言われました。あれは嘘だったんですね。でも焼肉はとても美味しかったんで感謝してますって送ったんです。したらトークを退出されました。5年越しの大勝利。あ、これ万有さんだ、ダメだ、これは本当にね気持ちよかったですよ。精神的に追い詰めることができたんだなと思って、一番恥ずかしかったと思いますよ。まあそんな感じでございます。絶対に詐欺に引っかかっちゃダメだよ。ダメダメ絶対。もしこの動画が少しでも面白いなって思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、あと TikTok もやってますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。ご視聴お願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。